はい、皆さんこんにちは、マネルグルグジです。では今回は三国志14、曹操のプレイ続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、まあ、だいぶ領土を広げてきた曹操なんですけども、ちょっとここでですね、多勢力もだいぶ戦力が充実してきていて、兵力も増えてきていてということで、まあ、ちょっとね、その侵略進行のスピードが遅くなってきてしまうかなという状況です。そんな中ですね、この信用で劉備が旗揚げしてですね、こもっているという状況が発生しましたので、ここから再びですね、劉備討伐ということで、プレイの方を始めていきたいと思います。で、ここにはですね、劉備が入っているんですけども、張飛と、あと、まあ、ここにはいないですが関羽が入っていると。ついに張飛と関羽が再び劉備の元に揃ったという状態ですね。なので関羽、そして張飛で、張雲がね、心配なことに囚われてしまってまして、今このまま劉備のものに行ってしまうんじゃないかなというふうにちょっとね、心配してます。まあ、ただそれをさせまいということで、新しく編成している第四軍団の軍団長芝居、ここにね、信用攻略の命を下しているというところになります。で、一応関羽とかが出てる通り厳しい戦いになると思うんですが、張良がさらに信用に南から進軍するというね、北から、そして南から攻撃しようという劉備討伐作戦を始めていきたいと思っています。あと曹操自体はですね、巨匠から常陽に移ってます。で、何のために常陽に移ってるかというと、ズバリ呼んだか、劉邦をいよいよ撃とうということですね。で、劉邦はというとですね、剣閣に4万2000の軍、さらに首道に4万8000、今出撃しているこの3個の部隊を合わせると7万以上の軍勢がこの首道に展開していることになるので、まあ、すぐに攻略は難しいと思うので、まずね、この関将を前線基地に仕立てるために、曹操自ら1万2000の軍を率いて関将に向かっているという状態です。ではここから本当に時間を進めていきます。まず心配なのが劉備だよね。劉備自体はともかく魅力がむちゃくちゃ高いからね。おっと、ちょっと待ってくれ。ここに来て芝居の軍が8000いたはずなのに、ものの数秒で3000まで減らされてる。大丈夫なのか。張雲は解放されたみたいだね。画面の右上にね、常陽期間中となってますね。一応ここは工場兵器も連れている張良の軍、まあ4万ぐらいの軍勢ですかね、総勢。これが信用に到着できれば十分逆転可能かな。心配の種は尽きないですけどね。兵糧を買っておきます。まあ、軍の数、まあ、兵の数っていうよりも兵糧の消耗がね、やっぱり激しいんで、兵糧をちょっとでも蓄えておきましょう。さらにみんないろいろ寝返られたりすると困るので、金をばらまきます。金はね、有り余ってますからね。まさに、さあ芝居大丈夫か。頭のいい芝居ならちゃんと退却してくれよ。いや、ダメだ。しかも、捕まってる。捕虜になってるよ。芝居が。第四軍団の軍団長芝居が、まさかの捕虜。まあ、ただ、ここは張良がね、しっかり南から、信用に迫っていってくれてるので、我慢しましょう。あと孫権軍がですね、孫権が死んでしまって、今孫策がその後を継いでいるという状態になっています。せっかくなんで、ちょっとそこの様子もご覧いただきましょうか。勢力孫策なんですね。だからもう、で、孫策のところで言うと、まあ、能力順で相当するとやっぱり周瑜と孫策、この2人が君臨している感じですね。さらに関羽、裏切った関羽、もったいなかったな。陳宮なんかもいますね、孫策の陣営に。
まあ、なので油断ならないのがこの孫策の陣営ということになります。まずは劉備をね、しっかり倒しましょう。劉表からは金か、受け取ろう、金はいくらでももらう。お金大好きマンですからね、曹操も、そして僕も。お金が大好きだけどお金には嫌われてるんで全然お金持ってないんですよね。では決済で、とにかく今はね、兵糧1に兵糧2に兵糧、超コム強いからな、本当に困らない人材を集まってるので、あとはもう兵糧だけかな。金はもうとにかくばらまく。礼を申す。曹操が干渉をしっかり取れればいいけどね。これで敵軍が指導からまた出てくる恐れがあるからな。次々捕獲されてるな、味方が。報告いたします。味方が捕獲されるのはいいんだけど、ちゃんと解放してもらわないとね。達成いたしました。両夫なんかをちょっと、そうだな、艦中あたりに移動させてもいいかな。なので両夫を一度上陽に呼び寄せて、そこから移動させましょう。結局優秀な武将を自分の手元に置いておいても出陣できる数決まってるからね。呂布がいない、肝心の呂布がいないぞ。今どっかで何かしてるな。であればそのままでいい。しっかり信用の攻略をやってもらおうじゃないか。上位に関わると強いよな。まあ、ただこの劉備軍を撃破できれば全軍を劉邦の方に向けられますからね。聞いてください。容赦するな。さあ、では信用の方は芝居亡き後の長兵に任せましょう。芝居が帰ってきてくれれば一応軍団に戻します。上陽にもう両夫いるのかな。そしたら、だとしたら移動させる。艦中あたりに移動させましょう。楽陽に10万の軍か。あ、両夫いるね。両夫を移動させて、そうだな、趙雲とかは残したいと。まあ、そういうこと言ってるともう全然進まないからね。いや、趙高出そう。二人で艦中に行って、艦中から出陣してくれ。で、訓練担当がいなくなると思うので、そこを後で入れ替えましょう。ご確認ください。あら、また兵糧が1ヶ月以内になくなりますと。どうなんだ、曹操が持つのか持たないのか。おっと、進行にしてしまった。しかも迂闊だったな。とりあえず兵糧を運び入れさせてはいるので、ちょっとそれの到着を待ちましょう。使者が到着しました。劉表からの使者、受け取る、金はいくらでも受け取るぞ。報告いたします。さて、そしたら
ジョヨですが、訓練担当がいなくなってるよね。なので、訓練担当を入れましょう。チョウに任せる。しっかりやってくれ、チョウ。お任せよ。あとは、官職もそろそろ自動昇格、上げておきます。で、それに合わせて、自動任命も入れる。まあ、ここはもう単純にね、引き入れる兵力の数を増やしたいというところですかね。で、兵糧購入するぞ。挑発しても大した金にならないので、ここはあくまでも購入。で、そうこうしてる間に兵糧が運び入れられてくるという算段ですね。で、信用の方には軍が到着しつつあるね。これで一気に型をつける。吉報をお持ちしました。お喜びください。楽陽に入ってる10万の軍のね、使い道が難しいよね。報告いたします。楽陽から10万の兵を出陣させても、それをうまく活用する術がないからな。忠誠がなんかみんなちょっとずつ下がってるな。礼を言おう。で、あと計略もね、なかなかハマりそうな計略っていうのがないんですよね。まあ、当然敵国に対して、やっていく必要があるわけなんですけど、みんなね、100とかね、90以上とかね、結束が高いんですよね。まあ、ダメ元で一応やっておきますか。うむ。さて、曹操を餌に敵軍を引き寄せて、これを叩く。死者が面会を望んでいます。まあ、金なら受け取る。が、劉備亡き後は、高尊どもね、撃たなければならない敵になり下がりますからね。報告いたします。さあ、十分に敵を引きつけたので、ここから一気に。そうそう、自ら1万の軍で、迎撃に向かいましょう。で、信用の方は、張飛が戻ってくる。関羽も戻ってくる。その前に、信用を落とす。守備は上々です。邪魔をする。死者が面会を望んでいます。劉表からの死者は金か。劉表もせっせと貢いすごい貢いでくれるな。張良も豪華な発表しました。無かったか。あとは頼みます。聞いてください。長領が12,000、皇族の工場兵器が、2万近い軍勢入ってくるので、なんとかなりそうかな。これでしっかり活路を見出そう。で、呂布は何してる。喜びさんで出撃してほしいんだけどな。いや、早速歩兵担当に呂布がついてるな。さて、呂布は14,000の軍を指揮できる状態になってるんです、すでに。であれば、14,000の軍を率いてね、早々に出撃してもらいたい。その前に、裏切られると困るので、一様に金のばらまきを行っておく。金ならいくらでもあるぞ、お前ら。まあ、そういう状態ですね。では心配な信用の攻略戦ね。もうちょっとここは軍団に任せてしまってるんですけどね。いよいよとなれば指揮をしていきましょう。果たせなんだ。終わりか。しまった。
半分削りましたかね。士気も削ってる。これだったら落ちるのは時間の問題だな。ご確認ください。超飛のトライ率むちゃくちゃ高いな。それにしてもすんごい捉えてきますね。まあただその超飛を逆に捉える。進入せよ。攻撃開始。死者が面会を望んでいます。いやもう毎度毎度流氷は兵糧を受け取ろう。4万の兵糧で流氷と同盟が結べるのであれば御の字だ。よし、これで信用の落城は間違いないね。でどうした。わかった。今曹操は馬厩と戦闘中か。馬厩は十分に倒せるだろう。曹操1万2000で。兵糧さえあればね、一気に剣閣を抜けて全軍を持って指導に進軍するんですけどね。よし、これで信用が落ちましたね。これで劉備討伐完了ということになります。まあ、全員をと要するが関羽をはじめ14人の投与に失敗。何、劉備が我が元に入ったんだな。誰がさ、この嫌だよって言ってるのかだよね。まあ関羽、張飛はどうなってる。張飛は入ってくれるんだな。関平もダメと、父同様に。まあ全員捕虜にしておこう。芝居を、そしたら再び第4軍団の軍団長にこの失態をね、取り返してもらうべく働いてもらいましょう。でイベント見ていきます。そしたら早速第4軍団ですね。方針を変更。まあ、今、長領をやってますけど、これ、芝居が戻ってきたら芝居に戻します。攻略目標は、そう、高村だ。ここを平らげるぞ、一気に。さあ、では、曹操のところに戻りましょう。結構いい戦いしてるな、曹操。もっとね、ドカーンと一撃のもとにぶっ倒してほしいとこだったけど。うまくいった。ただここはあくまでも前哨戦で干渉をしっかり我が元にするというのがね、重要ですから。成功しましたぞ。死者がお待ちです。どうした？同盟？ダメだ。お前は今から撃とうとしているのだ、私は。拒否。まあ、心中するっていうならまだしもね。聞いてください。
さて、そしたらどうしようかな。白水館に誰入ってる武将は。利点が入ってれば十分だな。長安10万の兵をさ、うまく使いたいよな。そうすると、あ、洛陽兵が減ってるな。10万いた兵がね。長安は輸送させよう。兵糧を我が元へ。その兵糧があれば、いよいよ向かおう。劉邦攻略のために全軍を挙げられますからね。シドからさらに兵が出たわ。死者がお待ちです。劉邦からにしたそなたのような小物と付き合ってる暇はないとか言ってすごいようだな。兵糧をよこせ。兵糧なくば返還はありえん。報告いたします。移動速度が速い荒野の陣を持ってる武将を集めて一気に強襲するっていう策もありですよね。とにかくこの攻めにくい指導をどうやって攻略していくのか、そこが一番難しいところに今なってるかな。では芝居を再び。向かわせましょう。再び軍団長に任命する。行こう。そのためにね、頑張ってもらいます。だ、孫策が連合を組んできやがったか。報告いたします。こっからちょっと本当に難しい戦いになるな。どうやって戦うのがいいんだろうね。この干渉、まあ、あの兵糧が十分にあるっていうことを前提にですね、干渉を前線拠点にして、この山岳地帯を迂回して敵を一気に誘い込み壊滅させる。それが一番良さそうかな。この干渉は守りきりたいので、そしたら上陽から軍を一気に押し出して、この干渉で一旦待機、敵を誘引させて、足の速い荒野の陣を組んでいる軍勢でここをね、こういう形で迂回して一気に敵を前後から攻撃して壊滅させると。その作戦でいきましょうか。それがなんか最もハマりそうな作戦かな。はい、というわけで今回はね、じゃあ一旦劉備の討伐完了しましたので、ここまでにさせていただいてですね、次回は今お話した作戦にのっとって指導攻略劉邦の討伐戦を始めていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。